もうなんかすごいとこにあんの。ここはハリーポッターの部屋みたいだ。ミステリー研究会の部室です。部室？これが？部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので。元空手部黒帯男子の。そう警戒すんなって。いや警戒はしろって。おお、なんか秘密基地みたいだね。ん？姉ちゃん、その人は？矢上さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも、俺は天沢健人、この人の弟です。ミスケンの用心棒をやってます。おいおい、武闘派の弟がいて姉ちゃん頭いい名探偵って、こっちでゲーム作って面白そうじゃないか。矢上さん、おかけください。探偵兄弟面白そうじゃん。あ、どうぞ。どうも。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。なあ、さっき言ってたテストって。あなたが探偵でありカメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです、はい、ですがその主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。素晴らしい。まあそうだよな。このゲームとは思えないほど素晴らしい。矢上さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。警察がその点を開いてる。見極めるつもりだ。私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？はあ。そのある事件についてなんですが、矢上さんはパパ活をご存知ですか？パパ活ね。パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして。俺もパパ活してよ。この高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。ほら。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？俺も釣りとか一緒に行くからさ、パパ活してくれよ。漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。まあそれは悪評そうだ。次こそことに及べる。そう匂わせ最後に大金をおねだりし、ドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう、うん、金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレの太刀の悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。物騒ね。ああ確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば。なんか思った以上に重たいんだね事件。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お、お、お、俺もそう思うよ。
てっきりなんかミステリー小説の一文から取り出して謎を解くとかそういうクイズかなと思ったんだけど、重たいのね事件。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。あー、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては危ないしね。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。してるけどね今。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら。危険だし。有能だなこの名探偵。八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁。と、こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。説得力がすごい。なるほど、納得。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵としてさまざまな人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに。他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めています。八神さんだってホームレスになったりとか吸血やったりとかしたやつだ。ねえ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど。アドバイザーはさすがに。トップアイドルぞ。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば、そのくらい何とかしてみせると思います。なるほど。簡単なテストじゃない。探偵になるには一体何個の技術が必要なんだ？一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。八神さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。ん？ああ。おい、キャラクターも完璧じゃねえか。強気な勝ち気な姉と優しくて武闘派の弟、最高のキャラクター設定。部長は、あ、いました。やべ、全員同じ顔に見える。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか？あ、あなたは。すげえアイドルみたいな名前。ミステリー研究会部長、天沢です。
今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン？ミスケンが何の用ですか？うちで事件なんて起こってませんけど。ミスケン探偵的にちゃんだ。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方？ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え？かっこいい振り付けとかって難しそうだよな。天沢先輩、確かに困ってますけど。俺がやったら絶対ダセーもんな、振り付けなんか。この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。どうも、アイドルです。なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる？俺はダンスなんてやったこと。またまた。助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか？そりゃもうトッププロよ。やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか？は？は？あの、いいですかね。今、次のコンテストの練習してるんですけど。ライヘンバッハの時は確かホームズが死んだ場所か。振り付けがなんかこうしっくりこなくて。みんなもうリズムも掴んで、振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど。何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は、は。あの八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。ダンスのダの字ばってないからな。ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。すでにテストは始まっているというわけか。と言われましてもね。いやもう、なんだろうな、君たちはそうだな、コンテストに向けて頑張ってるんだろうけど、やっぱり笑顔がないよね。ダンスを楽しもうっていう気持ちがないと思う。何これ。あ、選択肢を選ぶの時間制限ない。選択肢選ぶと、あー、色気が足りない。色気が足りないんじゃないか。健康的すぎる。もうちょっとエッチだ。なんかそう言われましても、どうしろって言うんですか？もっとへそ出すとかさ。露出度の高い衣装でも着ろってことですか？エロティックな動作を増やすとか、 M 字開脚で歩くとかさ。高校生のダンスとしてはいかがのものかと思います。もっと腕にシルバー巻くとかさ。まあそうだよな。違ったか。ユニゾンがうまくいってないな。メンバーの動きがバラバラでユニゾンっていうのかな、うまくいっていないような。なんかこう違うよね。そうですか。ユニゾンはバッチリのようでしたが。はい、そこは自信ある。自信あるんだ。俺はまだだなって。ちょっと目にまだまだかなって。あ、ごめんごめん、トッププロばっかり言ってたから、ごめんごめん。それじゃあもう一度よく見て。足りてるんだね、依存ね。じゃあちょっと奇抜さがないかもしんないわ。曲は悪くないんだけどな。曲は悪くないんだけど、なんか踊りになんかこう奇抜さというか、目を引くインパクトがないよね。もっと強烈なインパクトが欲しい気がする。いっそ奇抜なものにしたらどうだろう。例えば演歌とか。演歌とか踊るの超良くない？演歌ですか？
確かに気持ちですけど、みんななんかこう外国人のヒップホップとかで踊るじゃん。今から曲を変えて練習し直すのはちょっと。リズムも掴んで振り付けも覚えて、コンテストまでもう時間もない。さっきそう言ってましたよね。すいません八神さん、ここでチャブ台返すのはさすがに酷ではありません。ごめんごめん、あのレディーガガとかもやってたけどね。まあそうだよな。すまんすまん、レディーガガと比較しちゃった、ごめんごめん。インパクトないね。わかるわかる。インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか。うん、ああユニゾンもうまくいってるし、そうユニゾンもうまくいってるな。振り付けもバッチリ身についてる。覚えてるって感じするよね。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですね。そう、なんか無難にこなそうっていう感じがもう見て取れちゃってるんだよね。尽くしてまして、そう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 、矢上さん、振り付けを踊ろうみたいな、心からダンスをしようっていう気持ちを感じられないんだよね。だ練習したものを出そうっていう、そういうのがもうこちらからとしても見て分かってしまうから、あまりインパクトが足りないんだよな。うん、インパクトのある動きといえばそうだな。え、じゃあカンフーとかどうすか。カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか。ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。あるよね、あるある、わかるわかる。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか。まあほとんど自己流だけどね、派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか。まあいいけど。やった、じゃあ早速見本を見せてくれますか。踊ってみてください。え、踊る、俺が。もちろんです、カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから、ぜひそこは専門家の八神さんに。あー、そうね、いやカンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか、踊れないんですか。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。やだこの上司、ま、んパワハラがひどい。わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。なんでこんなことに。それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、分かったよ。カンフーのダンスとかパラッパラッパーぐらいだぞ。最初のステップですが、こんな感じです。玉ねぎ師匠しか踊ってみたことないぞ、カンフーで。ああ、どうだろう。キック、まあ、パンチ、調理のうまいってやつ。それじゃあ音楽流しますか。パラッパラッパン第一ステージ思った以上に音ゲーだ。どの口が初めて出したんだ俺。音ゲー苦手なんだよな。俺ノーツに集中すぎて何も分かんなかったけど。ダンス経験ないって言ってましたよね。いや、そうなんだが。いや、あんなやってみたらできてしまった。
20年間のダンスの主人公がないに等しいっていうか。八神さん、やっぱり元プロダンサーだったんですか。いやいやいや、そんなことはない。まあね、あのレディーガの後ろで踊ってたよ。あ、レディーガっていうのはレディーガガのことね。ごめんごめん、身近な人はレディーガって呼ぶんだ。テンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。やっぱ俺もカンフー習おうかな。八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。チラッとダンス見たけど、あんな動きできるの。ありがとうございました。めちゃめちゃ回転したからよかったよ。あの、もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。まあ、イケメンだといろいろ得だよ。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、うん、よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ん、ああね、これ探偵要素あった。どう、ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな。そうですね、正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。やっぱカンフーは全てを解決するな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おう、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで。生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判もう繋がってやがるこいつの中で。それらのピースを並べていくとぼんやりとですが、八神さんの目的が推察できる気がします。名探偵すぎるだろこいつ。まあ、お仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが。なかなか鋭いね。とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。それは助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。今更だ。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。結局名前を貸してもらうだけで、顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。まあそりゃそうだよな。監督役、へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。理事長言うぞ聞くな。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの。理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。まあそうね。ミスケンは給料も増えるし、いろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして。いろんな事件だな。その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。行けたら行くわ。
バスケ部の連中を仲良くしてたって話だったな。 OB だった三越場を練習にも顔を出していた。で、放課後にバスケ部がいる場所といえば体育館だろうね。どうもー、キムタクでーす。うっす、みんなお疲れ。頑張ってるね。やってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった矢上っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか嫌なやつだったとか。言ってみ言ってみ。嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。教育実習生、三越さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日甲田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとか茜も。結構こっちは部活出てんだ、不良なのに。その子たちがどうかしたの？三越芝先生、2年の甲田って子がお気に入りだったんです。おん、なんだそれ。甲田さんなら少し知ってるよ。三越芝が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。甲田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。そうだよね。それで三越芝先生がよく甲田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ甲田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越芝先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で甲田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。嫌な先生じゃないかよ。じゃあ三越芝は甲田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。やだわその体育会のり。三越芝先生だったもんな、甲田のことをエロいエロい言い始めたの。最悪じゃん。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。いや、嫌な先生や。胸でかいから。そうそう。だから三越芝先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。甲田となんかあったんじゃんって。なんかあったって？え、違う。不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって噂だけど、なくもないって感じ。え、嘘。三越芝先生どこ熱血させてんの？それで甲田さんのことをエロ女って。あのバカなおっさんのジョークなんだよ。いいですか、急に冷静なんだよ。甲田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。いやに熱心に来るんだろ。さあ、まだ教室なんじゃね。お、なんかぶっきらぼうだね。聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。俺は甲田さんにエッチなことしたら許せねえな。